日立鉱山専用電気鉄道は、茨城県日立市の日立駅から道市内の大有院駅までを結んでいた専用鉄道である。スケ川専用電気鉄道、略称所鉄道も呼ばれていた。1。日立鉱山専用電気鉄道で使用された電気機関車。日光記念館敷地内で撮影。日立鉱山専用電気鉄道は、日立鉱山への物資の移送を目的として、 1908年8月に建設が開始され、11月に開通した。当初は貨物輸送専用の予定であったが、まだ鉄道建設中の1908年10月に、定心大臣宛に便乗許可願いが出され、翌11月には便乗が認可された。大正時代初めには、旅客専用車の運行も行われるようになり、常磐線の助川駅から、 日立鉱山の精錬所がある、大誘院までの物資と人員の移送を担った。乗客は無料であり、無賃電車として親しまれていた。大正初期から第一次世界大戦時にかけての鉱山流星時や鉱山の増産活動が強力に進められていた1941年以降などは、昼夜を問わず運転が行われた。戦後も物資の輸送や日立鉱山で働く。 従業員の足として活躍を続けたが、鉱山の合理化推進により、物資の輸送はトラック、そして人員の輸送はバスに切り替えることとなり、1960年5月末に人員の輸送が終了となり、同年10月には貨物輸送も終了し、日立鉱山専用電気鉄道は廃止となった。1905年12月に、久原ふさの助によって買収された赤沢銅山は、 同月には、日立鉱山と改名され、1907年頃から、急速に発展するようになった。当初、鉱山の中心部である、元山地区に最高から精涼までの鉱材関連施設がまとまっていたが、元山地区は、宮田川の最上流部の狭い谷間であり、久原は、本山と常磐線、助川駅の間にあって、谷間が広がっている、大遊院の地に目をつけ、 精錬所を建設する構想を抱くようになった。久原の構想は、広い土地を得られる場所に精錬所を設けることにとどまらなかった。一つの鉱山から産出される鉱石のみで、鉱山経営を行った場合、鉱石枯渇や、品位の低下などという事態が発生すれば経営が成り立たなくなるため、日立鉱山のみならず他の鉱山からの鉱石を購入して、精霊を行う、を、 積極的に行うことを目論んだ。また、関東地方にあって、常磐線の助川駅から数キロという日立鉱山の恵まれた立地条件は、売行を進めるにあたって大きなプラスとなった。1908年3月には、太遊院精錬所が寄港され、11月には稼働を開始した。太遊院は鉱山の中心部である本山と助川駅の間にあるため、 精錬所の建設と並行して、久原は輸送手段の強化に乗り出した。他の鉱山からの売行を積極的に進め、大陽院の精錬所で精霊を行うために、物資の輸送手段として、電気鉄道の建設が計画され、1908年5月に建設の出願がなされ、8月に建設の認可が降りると、早くも10月には、試運転が行われ、 そして11月26日に運行を開始することになった。鉄道の建設認可から試運転まで約2ヶ月で完成したというのは相当なスピードで建設が行われたと考えられるが、電気鉄道建設前にすでに牛が牽引する軌道があり、改めて線路を付設する工事は行われなかったとの説もある。電気鉄道の建設は後に 日立製作所を創業することになる小平波平が指揮したと考えられており、電気機関車はアメリカ製のものを4台買い入れ、営業を開始することになった。当初、日立鉱山への物資の輸送を目的として、建設された日立鉱山専用電気鉄道であるが、建設途中の1908年10月に、停止大臣宛に便乗許可願いが出された。翌11月には、 便乗が認可され、鉱山従業員と関係者の便乗が認められるようになった。1909年2月には便乗者について認可の申請が出され、同月中に許可が下りている。便乗者は、スケ川駅を出ると、芝内停留所、そして当初は、薬宅停留所を経て、大遊院に到着した。人専用の便乗者が運行を開始したのは対象に入ってからと考えられるが、 いつから運行が開始されたかは、はっきりしない。当初、人専用の便乗車には、鉱山の役員専用の座席付きの高型便乗車と、一般労働者用の座席なしの大つけ便乗車があり、鉱山の厳しい盾社会が、便乗車の座席にも反映していた。しかしこの便乗車のあまりにも明らさまな差別については、第四代の日立鉱山所長である、各所長が撤廃を命じ、 大正中期には廃止された。大正初期から第一次世界大戦時にかけて、日立鉱山は流星を迎え、日立鉱山の塩害対策のために作られた大煙突などの鉱山施設の建設資材の運搬など、日立鉱山専用電気鉄道はフル稼働した。1914年当時、15分に1本の運転間隔で昼夜を問わず運行していたという。 1918年には、薬宅停留所が廃止され、杉本停留所が開設された。第一次世界大戦後不況が続いた日立鉱山で、あったが日立鉱山で進められていた合理化の一環として、これまでポール式の終電機であった電気機関車は1930年にはパンタグラフ式に改造された。そして、戦時体制が強化されるにつれて、 日立鉱山は再び流星を迎え、1932年には電気機関車27両、貨車約400両を保有しており、1941年頃には72往復というダイヤが組まれ、昼夜を問わず、物資と人員の輸送を行った。1945年7月17日から20日に、かけての空襲と艦砲射撃によって、日立鉱山専用電気鉄道も、 かなりの被害をこむったが復旧された。そして1951年4月には自動踏切警報器が設置されるなど設備の機内化も図られていった。1954年には電気機関車18両、7、2人乗り客車18両、貨車365両、タンク車12両を保有し、月平均5万6000トン余りの貨物を輸送しており、 1956年には1日平均、約6000人の乗客を輸送するなど、戦後も日立鉱山の復活とともに、輸送の大動脈として活躍していた。1958年1月、大誘院から霧木田間の産業道路建設が開始された。産業道路工事が進む中、日立鉱山では、輸送全般について見直すために運搬合理化、委員会が立ち上げられた。 委員会では、日立鉱山専用電気鉄道の廃止と、物資輸送は、トラックの利用、人員の輸送には、バスの利用に切り替えることが決められ、1960年5月末で、人員の輸送は終了し、6月からは、バス輸送に切り替えられた。そして、貨車の運行も、同年10月5日で終了し、日立鉱山専用電気鉄道は、廃線となった。ありがとうございます。